ごきげんよう、山口あゆきです。今日は雪の進軍を歌いたいと思います。この曲はですね、従軍軍楽隊員の永井健司さんという方が、日清戦争の時に、作詞作曲した、歌であります。でこの曲のね、まあ皆さんご存知かもしれないんですけど、最後の歌詞、何番になんねんやろうな、4番の、一番最後の歌詞に、どうせ生きては帰らぬつもりっていう風に、今歌われていると思いますし、私もそちらで歌おうかなと思ってるんですけど、歌詞が書き換えられています。その前の歌詞が、どうせ生かして返さぬつもりっていう歌詞なんですね。この当時っていうのは日清戦争の時にも作られて、で大東亜戦争に入った中でこの曲っていうのは実は禁止されたんですね。歌ってはいけないっていう風になった、一部ではなったそうです。まあ、中には歌っている方もいらっしゃったと思うんですけど、なぜ歌ってはいけなくなってしまったかっていうところなんですけど、まあ、今から戦いに行く中でですね、ちょっと弱気というか人間味のある部分が出てきたりとか、どうせ生かして返さぬつもりだろうっていう風な気持ちで、そういう気持ちでいたっていうのから、やっぱ勇ましさに欠けているんじゃないかっていう風に言われていたそうです。まあいろいろその当時は戦いに行くっていうのは命を懸けるわけですから、こう生半可な、ね、気持ちで行ってはならないっていう教えのもとだったんだと思うんですね。当時の方々は生半可な気持ちでおられる方なんか一人もいていなかったと思うんですけど、だけどやっぱり人としてね、命あるものとして今から命がなくなるっていうのは多分私たちの想像のできない恐怖でいっぱいだったんじゃないかなと思います。で、まあこういう歌詞っていうのは本当にリアルだなっていうのはすごく感じる部分でもあるんですが、人の命が携わっている部分ではやはりその足を引っ張ってもならないし、かといってその気持ちを捨てろというのかっていう流れですごく難しい部分はあると思うんですけど、やはりこう戦いに行くっていうそれだけのこう覚悟を持っていかなければならない、そういう教えのもと当時は過ごさざるを得なかったのかなと思います。何かを守るためにこう命を張って戦いに行くっていう方々が実際おられたことと、私たちと変わらない命がそこに存在していて、いろんな感情があったのかなというのをこの曲を通じて感じました。なので私はこう当時の方々の命も大切に思いたい、その気持ちから今を生きる私たちがどう捉えてどう伝えていくのか、感じていくのか、過ごしていくのかっていうのをそれぞれが感じてもらえたら嬉しいなと思います。知ってる方はぜひ一緒に歌いましょう。Thank you.